お疲れ様です。ベーシストの龍一です。今日はグラハムセントラルステーションっていう、まあ、ラリー・グラハムが立ち上げたバンドですね、まあ、このバンドのパウっていうちょっと曲をね解説していきたいと思います。でこの曲のスラップっていうのは、まあ、スラップベーストリモンっていう形で言われてて、まあ、かなりねまずこれを覚えてからスラップできると言えよみたいな雰囲気があるような曲なんで、まあ、ちょっとね、結構スラップの中でも有名な曲なんで、まあ、ぜひねちょっと覚えてもらったらいいんじゃないかなと思います。それでは早速ねちょっと一回弾いてみたいと思います。こんな感じのフレーズなんですけど、これね結構難しいですよ。でいろんな小技が含まれてるんですけど、まずちょっと一個ずつ解説していきたいと思うんですけど、まずはねこれは3弦の、ハンマリングから入ってこれ。でこのパターンで難しいのはこのねそのゴーストノートが右手でやるゴーストノートっていうのがまず基本なんですけど、これ今回左手が入ってくるんですよ。この左手のゴーストノート、このね開放弦叩いた後に入ってくるこれ、こんな感じなんですけど、この左手のゴーストノートがなかなか難しいで、やったことない人が結構、多いんじゃないかなと思うんですよ。僕も初心者の時になんかそのゴーストノートっていわゆる右手で出すもんやと思ってたから、まさか左手で出すとは思ってなかった。そんなこと考えてもなかったんで全くできんかったってことが結構あったんですけど、これのコツとしてはこれコツ本当コツですよ。あのね手をこの指をなんかね親指上側じゃなくてちょっと前にこう前に出すような感じの方がパタパタしやすいんですよ。イメージですよ、イメージ。こうするとパタパタが弱くなるんですよ。でこうするとの威力が発揮しにくい。でこっち側にすることの方が威力を発揮しやすい。なんで立って弾く時なんかでいくとちょっとねこうなりが親指上がち上になりがちなんでこのパタパタだけしにくい。なんで極力立っていくときもこう出してあげる方が、まあ、このゴーストノートの力を発揮しやすいんじゃないかなと思います。でこことかもこれ、ね、ゴーストノートねこれねあの親指だけとかで できるんですけど、こういうときになってくると僕はそのねこの手刀の部分使ってますね。この手刀の部分使ってこの辺ちょっと押さえて、まあ、ゴーストノートするかなっていう。見えるかな。でこれ多分ちょっとフレーズ若干変えてるんですよ。あの僕これラリー・グラハム自体がその多分スラップするときこのね親指上向きのスタイルなんですよ。で僕これできひんからちょっとだけですよ、フレーズ変えてるところが。でそれがこうなんですよ、ここのラストの多分ここ多分本来はこの多分この辺の3弦とかのゴーストノート2回入れてなんですけど、僕これでいくと多分それできんから3連発になって結構追いつかないんですよ、ここ。だから僕はその追いつかないってことがあって1弦のゴーストノートでこんな感じでカバーしてるっていう。なんですけど、まあこっち向けのスラップの人は全然そのままやってもらったらいいんですけど、まあ、僕みたいにこの親指下に構えるタイプの人は、まあこの1弦のゴーストノートでカバーしてもらったらいいんじゃないかなと思います。最後は普通にオクターブフレーズ、これが4弦の5フレットと、2弦の7フレット。でちょっとここはスライド気味、スライドん一発目スライド気味、2発目はもう普通かな。で2周目これは、3弦の4フレット、4フレットか4フレットで、1弦の6フレットで、これはここはここもまた同じく直感スライド気味で、4弦のじゃあ3弦の5フレットで、1弦の7フレットっていう感じですね。結構スピードもあるし難しいですよ最初で。これねぜひ見てもらいたいのが、グラムセントラルステーションのこれパウ多分ライブ映像かな、 PV か MV かちょっと分からないんですけど、あれねすごいね、まず実際の音源聞いてもらいたいんですよ。これは
めちゃめちゃやばいですよ、あの映像。本当に。なんかね、その、ラリー・グラハムが、もうめちゃくちゃ踊りながら、なんかもう、こんなフレーズ楽勝だぜみたいな感じで、このフレーズをバリバリ歌いながら弾くんですよ。もう、その映像がかっこよすぎて、ちょっとね、ぜひあの映像を見てもらいたいなってことはあるんですけど、まぁ、あ、ちょっとずつ紐解いてこのフレーズ見ていくと、まぁ、あ、やっぱり難しいです。正直。これ歌いながら弾いてるっていうのはかなりの技術じゃないかなと思うんですけど、まぁ、あ、ベースだけやとね、またね、歌いながらするに比べたらまた簡単なんでね、ちょっとぜひ覚えてもらいたいなとこなんですけど、コツとしては、これね、本当にね、グルーヴ溢れるプレイにするには僕なりのコツなんですけれども、これ一回区切らない頭で。もう、すべての小節は繋がってるんだって感覚で言ってもらうと、割とね、そのグルーヴをずっと回していけるんじゃないかなと思います。こんな感じですね。で、基本的には結構ゴーストノートの音が結構多くて、しかもしっかり音鳴ってるんですよ。しかも結構強め、あのラリー・グラハムも。なんでさっきも最初の方に言ったんですけど、結構このパタパタを強くする。で、強くする方法としては、親指をちょっと下の辺に出してあげて、手首をこうやってあげた方が、まあパタパタの音が強くなるっていうことがあるんで、結構強めに弾いてもらうっていうのが、結構ね、そのラリーグラムの音に似せるポイントじゃないかなと思います。あとはイメージとしては音をぶっとく出すっていう感じですね。この4弦の、なんていうんですか、これ、開放弦とかこういうところをぶっとくと意識して出していく。まあ、僕的にはブッと音出す時のコツとしては、このね、僕の中ではですよ、これ親指のここにね、なんか骨があるでしょ、この骨、これ骨の関節でも叩くんですよ。この骨めがけて叩くと割とブッと音鳴るような、イメージがあります。なんでね、まあ、そういうところを意識してもらって、ラリー・グラハムのパワーをちょっと攻略してもらったらいいんじゃないかなと思います。はい、今日はね、グラハムセントラルステーションというバンドの、パグという曲のスラップフレーズの解説になりました。ベースのオンラインレッスンっていうのも、やってますので、またね、興味がある方は下記の概要欄の方に、ちょっとね、僕の Gmail アドレス載っけてますので、まあ、そちらの方で、ショーと連絡くれたらまた対応していきますので、そちらの方ももしよかったらよろしくお願いします。この動画はそんな感じです。よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それではお疲れ様です。